はあんまりいないんじゃ。なんか折れてるやん、なんか折れてる。すごくちっちゃいこの天才っぷりがお尻が前に、うわかっこいい。あなた次第です。かなり複雑な修正が必要おいおい雲。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。髪の毛を短くしようかと悩んでいます。ほんまどう思う？もうね、熱すぎんねん。ほんでなんか一生このイメージでやっていく必要もないよなっていうのも思ってんねん。マジでマジでどう思う？再度刈り上げて中村さんか、思いっきり短くテリーボジオ。さあ今日も改造していきますよ。今回のターゲットはペーン、これでございます。まあ紫と黒でできてるというね、魅力的なアイテムという、そういう共通点の2つでございます。これをね合体させていきたい。で設定はまだ全然考えてないです。これはね作っていくうちにひらめくのか、はたまた、ワンネスたちの嬉しいコメントでいろんなものが寄せられるのかわからないですけどね今の言い方ちょっとおかしいよな。これも間接的にというか、もうほぼ直接的に、だからコメントくれよっていうことを言ってますよっつってねいやいつもコメントありがとうね。あの改造アイディアコメントももちろん嬉しいんですけど、単純に面白いとか好きとか、6歳の息子と3歳の娘で見てますとかなんかそういう分からんけど、そういうのも大歓迎ですからね。もうあのポツッと好きですとか、そういうのもおもろいですとか大歓迎ですからね、よろしくお願いしますね。改造前にコメントのこと言って、どんな思い上がりチャンネルやねんってね。まあまあまあいいんですけど、ちょっとまあどういう風にくっつけていくかっていうのはぼんやり頭の中にあるだけで、まだ実際にやってみないとわからないというね、行き当たりばったりの改造をお送りしております。特撮改造エキシビジョンというチャンネル、私パウチと申します。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。今回の改造はね、アイテムの色味と雰囲気が似てるなっていうのでやりたかったんだけど、今じゃないな今じゃないなっていうのでずーっと後回しになっちゃってました。だからめっちゃワクワクしてる。最後まで見てね。さてさて、改造を始めていく前にまずいろいろ説明しましょうかね。まずこれアタッシュケース型で普段持ち歩くことができて、いざという時にはカチャカチャってやることで弓になるというね、アタッシュアロー、これも素晴らしいアイテムです。ただ劇中ではやっぱりドカンと迫力があるんだけど、おもちゃになるとすごくちっちゃいっていうね。まああの全部ライダーアイテム大体全部そうです。これはもう仕方ありません。ただ CSG が出たらやっぱり欲しい人は一定数ちゃんといるんだろうなという気はしてます。そういうアイテムです。僕は結構好きです。で続いてはこちら、クモのスレイヤー。これ好きな人めちゃくちゃ多いと思う。まあ専用の鍵をここに刺して刺さない刺して、でこうするとバチンと開くというね、このまあ簡単単純ギミックが実は一番かっこいいっていうね、まあそういうアイテムです。でこれとこれをくっつけて何かしらのこうごついアイテムにねしていけたらなぁと思っています。これはもう完全に僕の趣味枠です。だからこれこそ僕のサブチャンネルでやるべき改造かもしれないんだけど、両方とも人気アイテムやからきっとねみんなね受け入れてくれると思ってるんですよ僕は。そうでしょ、間違ったこと言ってないでしょ。いやこれね多分かっこいいと思うね。でやっていこう。あのジェラミーは決して悪役ではないんだけど、ちょっとやっぱりアウトローな存在というかね、特殊な人じゃないですかあの人で。滅びさんも悪役って言っていいのかなっていう、なんか僕の中で線引きができない魅力的なキャラクターという位置づけです。皆さんどうですか？ということで合体させるためにまずねこの剣を綺麗に取りたいと思うんですよ。だからこっち分解しましょう。なんかねこれすごいカラカラ言うのよ。分解したこともないのに、なんか中にネジかプラスチックの部品が入ってんのか。まあ分解してみればわかりますね。改造スタート。行ってみよう。ビス外し。これここだけで取れんのかな。それは無理。ここ外したぐらいでは取れない。ああと、これか。うん、やっぱ取れないね。全部外そう。サブチャンネルでは話したんですけど、部屋の棚を全部 DIY で新しくしました。前回の動画からは景色が変わってますね。いいでしょう、なかなか。アングルもちょこちょこ変わっていきます。で、この銀の盾もね、この光具合がね、すごいむずいんよね。なんかどうすれば一番綺麗なのかなとかも。あー、バッチッと来た。これ来たね。これにするか。うん。これはいとこの息子が作ってくれたレゴの YouTube のマークっていうね。いとこの息子ね、実はね、レゴすごいんですよ。あの大会とかにも出てて、あいつすげえのよ。うん、よっ、取れたー。あ、こっちも取れんのか。あ、なんか折れてるやん、なんか折れてるやん。これか。え、これどこの部品。あ、ここや。え、これ折れて大丈夫な。まあでも大丈夫やったから大丈夫か。
もう大丈夫やったから大丈夫か。めっちゃ涼しかったからめっちゃ涼しいよ。大丈夫やったから大丈夫か。めっちゃ涼しかったからめっちゃ涼しいよ。もう大丈夫やったから大丈夫か。めっちゃ涼しかったからめっちゃ涼しいよ。大丈夫やったから大丈夫か。めっちゃ涼しかったからめっちゃ涼しいよ。パーツがこれ最初はついてたのかな、最初からかな、なんなんやろ。まあまあええわそんな重要でもないでしょきっとね。はい、取れました。こんな感じ。これやっぱね、いいパーツやわ。本当にいいよね、これ。これだけ取り出した人って、実はあんまりいないんじゃないかな。こんな感じですよ。取り出すとすごくいいですよ。で、これを、まあ、こうでしょ？あ、もう、これで、だからもう完全にこれだけで独立してんやね。で、独立してて、これがついてて、ここを押すと音鳴るでしょ？どこの音が鳴ってんの？こっちか。これが押されてんのか。これが押されるってことは、あ、ここや、これや、これや。なるほどなるほど。あ、やっぱりなくていいのかな。ただの斬撃音のためか。変身音が鳴ってくれればいいのか。じゃあこの持ち手はいらんかな。これちなみにさ、これも誰も見たことない光景やと思うけど、これだけ、ほら、はい、興味あるでしょう、興味あるでしょう。私パウチが今からワンネスたちにそれをお見せしますよ。ザンこういう感じでございます。これはこれでいいよね、こうやってね。あ、でもこうかな、エターナルエッジタイプかな、こうかな。あ、いいやん、いいやん。わ、なんかすごくいいぞ、これ、長さ的にも。いい、グッドサイズやと思う、多分。あ、いいね。でも、これはこれで、ちょっとこの改造に使おうかなと思ってたんけど、なんか、この改造には別パーツでもいいかも。これはこれでいいかもな。まあまあ、いいや。とりあえず置いておいて、これを、ここにくっつけたいわけですよ。はい、ワンネスたちにもちょっとイメージしてもらうためにね、いろいろ試してみましょうね。まず、アローの状態です。で、こんな感じで、つけようかな。いや、雲上向かせてみようかな、横がいいかな、お尻が前に出た方がいいかな、まあいろいろありますわなで、僕がイメージしたのはこっちかこっちやと思うんですよ。あのアローがね、こう縦長でしょ。で、そこに横長のイメージあんまつけたくないなと思ったんですよ。でこれ足開いたらこうガンガンってなるでしょ。だからそれを考えると、足開いたらこの辺まで行くから、もう完全になんか縦と横で、あー、バランス散るなーと思って、でこう縦にしたかったんですよね。ただこれがね、お尻が外向いてんのか口が外向いてんのかっていうことなんですけど、まあクモはお尻から多分糸出すでしょ。スパイダーマンこうですけど、実際の生物としてのクモはお尻から多分糸を出すよね。なおかつこの目が光るから、光るのを自分で見たいなっていうのがあるんですよ。だからやっぱこうかな、これがいいかもしれない。うん、ということで、うわやっぱかっこいい、うわかっこいい、うわやっぱかっこいい、うわかっこいい、正面から何これ。ワンネス、何、俺に黙って今までこんな姿を1分ぐらい見てたの。これめっちゃかっこよくない、やばくないこれ。すごっ。あ、しかもあれか、ここのくぼみにこの丸いとこ、この丸いとこ合わせてガチャンってやるのか、一段階上にやるのか、これでも印象変わってくんな。どっちがいいんやろ。ここに合わせるのか、ここに合わせるのかっていうので、だいぶ印象変わるのよ。いやー、こっちかな、俺の好みはこっちやな。ちょっと開いてみよう、開いてみよう。これバランス大事やから。ほら、楽しなってきたぞ。ほら、上はこう、なんか喋ってる間に決めろ。うわ、終わっちゃう。こっち、こっちにこっちにしましょう。こっちにしよう。いいやんか、めっちゃいいやん。果たしてジェラミーとホロビさんにどんな接点があるのかね。ホロビさん関係ないのかな、これ。ネットフリックスで早々のフリーレン見始めました。今ね、リュグナーがね、早々のフリーレン、私の嫌いな天才だって言ったとこまで。いやー、もう何時間でも見てまう。おもろい。じゃあ一番簡単なのはもうここにズドンとビス打ちなんだけど、なんか回路通ってるよね、ここボタン押したら音鳴るってことは。じゃあこのど真ん中突っ切る感じはあんま良くないのかな。ちょっとここ外してみ、これ外したら中見えんのかな。取れる？あ、取れた。え、何もないやん。何これ、どういうこと。あ、この中にあんのか。うわ、渋あった
ったスイッチあったここに。んとじゃあこれを外して蓋を戻してビス止め。これでここにズバッといっちゃおう。でビタッとはまるために多分ねここが邪魔ですね。だからここニッパーで、あ、ニッパー、そうニッパー、そういえばねこのお手製のあの黄色い皮をぐるぐるに巻いたやつ気に入って使ってたんだけども、歯がいよいよボロボロになってきて研いでも研いでももううねっちゃってんのよ。だからダメだなと思ってテムっていうね中国のサイトでこのニッパー買ってみました。めっちゃ安かった、多分ね2、300円とかやったかな、多分そんなんで。買ってみたらまだ切れ味は試してないよ、試してないけど、この歯がね、歯が2枚こういくじゃないですか、それが片方こうなってた、わかる、こうなってて、でいや噛み合わねえじゃんっていうこれをこうやらなあかんなと思ってラジオペンチでこれもおかしな話やで、おかしな話やねんけど、ここがねまっすぐになるようにこうグッとグッと上にグッとやりました。これでなんとかここがフラットになったので、まあ切れるんじゃないかなと思います。ただずらした状態で切れるように尖れてたらもうこれで切れないよだから分からへんで、分からへんけど、安いニッパーがどうなのかっていうので試してみたいと思います。行ってみ、あ、これニッパーほんで開かんな、全然開かへんな、これ見てみ、これこれが限界、あーこれあんまりあかんかも、あの普通の銅線を切るとかにはこの幅で十分なんだけど、さあつまめるか、あ、ギリギリいったか、切ってないよね、潰してるよね。やっぱ安いサイトでは安いなりの理由があるんやな。まあまあ切れたわ、切れたわ、うん切れたけど切れ味どうなのかな結局結構握力使ったからな興味ある人買って確かめてみて、あーこりゃダメだわっていうのか十分やんっていうのかはあなた次第です。でここまっすぐまっすぐバチッと決めてこうかな。でもこれ人によってはちょっとこうどっちかの斜め向いててくれた方がバランスいいっていう人もいると思う。だからそれはねもしこういう改造を真似するんであればなんか自分なりのテイストを入れてほしいなと思いますけど、多分誰もやらんやろな、うん、やってくれてええと思うよ、うん、はい、これでビス穴をハンダゴテでまずチューッとね、ビスの通り道をいつもチューッと開けてます。でそこの開いた穴にビスをギュッと刺す方がビスもスッと入ってくれるのでっていうのでね、ビスの通り道をハンダゴティング、ここだ、うん、たまには手動でビス止めはまったかな、こんな感じ、いやいい感じにねくっついてくれました、うん電源も問題なしこれで何が飛ぶんやろ、クモの巣が飛んでいってんのかな、ここからクモの巣やからまっすぐっていうよりはちょっと揺れる感じね、あの詳しくはスパイダーマンの描写見てくださいマーベルのメダカを育てています。生き物と向き合うと、いろんなことが分かってきます。で、クモのプログライズ聞いてあったよね。タランチュラか。タランチュラがあったな。はい、ズドン。こういうね、もう、すごい綺麗にまとめました。いろいろとね。まあ、もともとそんな散らかす方ではないんだけど、紫のね、タランチュラさんがね、どっかにいるはずなんですよ。これかな？あ、これスコーピオンですね。スティングスコーピオン。まあ、これも置いときましょうか。で、これか？あ、いたいたいた、タランチュラ、こっちか、タランチュラいました、いました。で、僕さっきからタランチュラ、タランチュラって言ってるけど、これちゃんとスパイダーですね。トラッピングスパイダーですよなんで俺タランチュラって言ってんのかな。で、あとこれってデラックス出てないんやったっけ、これ食玩やねんな。え、なんでデラックスなかったっけ。まあいいや、とりあえず、クモとサソリ両方都合よく紫です。いいですねこういうのね。どうも編集中のパウチヘンパウです。今編集しながら、いや絶対あるよなと思ってデラックス探したらバッチリありました。でもね、デラックスの色と食玩の色が違いすぎてね、僕どっちかっていうと食玩の色の方が好きなんですよ。デラックスはちょっとね青すぎる、まあ好みやけどね。こうやってジェラミーの武器と実際並べてみてもやっぱり食玩のマゼンタ寄りの紫の方が僕は合うなと思ったので、このカバーをね交換しようと思います。で、できればついでに裏のパーツも交換してしまいたいなと思って、まあこのようにビスを全部外します。で、実際に開けてみて気づいたんだけど、電池の数が3つと2つで違うから裏カバーのデザインも違ってるんですね。で、これの交換はかなり複雑な修正が必要なのでやめました。で、正面のカバーだけ外して入れ替えます。こうやって見ると同じトラッピングスパイダーでも違うもんやね。で、入れ替えたのがこちら。やっぱ表と裏の色が違いすぎてめっちゃ違和感なので裏面は塗装します。これは動画外でやっときます。これでもね、色によっては
表と裏違う色の方がかっこいいなってプログライズキーもあると思うので、みんなもこうやって探してみるといいかもね。自分の好みって実際やってみるとわかるからね。じゃあ本編戻りまーす。次はね、この剣をこれの下かな、下がすごく極端に短いでしょ、だから下につけようかなと思ってて、この状態だと今度上が短いから、またバランス調整のためちょっと短いやつを上につけようかなって思ってたんですよ。あんまりでっかくするのもどうかなと思うんですよね。こんなコンパクトな良さっていうのがこれにはあると思っていて、いや、やたら僕はやっぱりね、でかい武器を作りたがるというか、作りたがるって違うな、やってるうちにでっかくなってるんですよね。こう不思議なもんで、そんなつもりないんですよ本人には。でっかい武器作ってなんぼやみたいな、そういう変なやつだって大思いのワンネスたち結構多いと思うんだけど、僕は決してそんなことはなくて、まあ自分の体がでかいっていうのもあって、自分に見合うような武器と思うと自然にでっかくなっていくだけで、僕自身はそんなにでっかい武器、まあでもな、でかさはロマンとか言ってるからな、だからそうなるんよね。まあまあまあそうですわ。はい、でかい武器を作ってます。はい、もう白状します。でもこれはそんなにでっかくしたくないわけですよ。だからまあやってこのぐらいかなと思ったんだけど、このデザインがさ、意外とこうこれでこう戦いやすいやん。だからどうかなと思ったんだけど、いやでもこれせっかくやからやっぱ使おう。これ見た時にあの剣の部分はってみんな思うもんね。だからやっぱここについてた方がわかりやすいわきっと。というわけで、ここにつけますが、これそのままこうやってつけた方がわかりやすいのかな、それか別に、あ、これでいいな。でもここはあった方がかっこいいか。だとしたらもうこのままこれ、あ、でもこれカバンの状態にするにはどうしたらいいの。これ戻るよね、カバンに戻らないの。クモ。おいおいクモ。一回離脱しろ。おいクモ。無理やな。だからアタッシュケースの状態にはもう戻りません。これでこの人はずっといます。はい。そうね、畳むことは考えなくていいから、やっぱこうやってくっつけちゃった方がいいのかな、わかりやすいかな。じゃあもう一回外してみましょう。もう一回外して、これでいいのかな。ここにでもちょっとなんかあったてくれたら心強いというかね。心強いってなんなん。何を言ってんの。ほんであれやな、ここの部分はもういいな、これ外しといていいわ。これ上のカバーなしでここフラットな状態だと、あ、これでいいのかもな、これでいいのかも。で後ろがここが、ここが当たるから、ここまで切ろうか。ここやな、ここまで切りましょうか。あー、やっぱ切れ味良くないわテムのニッパー。まあしゃあないよね、こういうのはやっぱり専門技術がいるのかな、刃物に関してはね。でもテムのサイトには本当に安くてね、コスパがめちゃくちゃいいものがたくさんあるので、気になった方はね、いろいろ見てみると面白いと思いますよ。で、テムの方、案件お待ちしております。私はこのように正直に言いますので、本当にいいものはベタ褒めします。めちゃくちゃもうアンミカさんかパウチかっていうぐらいベタ褒めします。いいところをね探すっていうのは非常に人生において大事なことだと思ってますので、まあそんなことでね、別にそれはいいわ。その案件のことは別にいいわ。さてこれでこうはめてどうですか。 いいんじゃないですかね、これでね。で、あとここも削りたいところやな。そうするとなんかもういろ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 手直し必要になってくんな。どうしよう、こんな感じ、こんな感じで、ほな結局ここいるやないか、ほないるやないか、ここ。どうしよう、この線までちょっとここ切ろうか。ニッパー切れてんのか何なんか分からへんな。パチンって言わへんもんね、もう音がしない。決して切れないテムニッパー。こんな感じ。伝わった。大丈夫。ほら、さっきの顔似てるやろ、そっくりやろ。まあ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 、こんなチャンネルですよ。で、ここどうやったっけ、どうするんやったっけ。あ、違う、そう、ここも全部切ったらいいね。ほんで、ここの持ち手だけ採用したいわけですよ。持ち手戻して、ギュッと合わせてビスチ。意外と簡単にくっついてくれたかな。オッケーやろ、これで。あと、ここのつなぎ目に何か後で貼り付けるかもしれないんだけど、それはまあ置いときましょう。はい、サブチャンネルもやってるんですよ。今作ってるのは死神の大釜、成り行きでセフィロトの木みたいになりました。どうなるかわからん、ワクワク感ありますよ。チャンネル登録よろしく。
で、次こっち。こっちもちょっと長くしたいよね。これだけだとバランス悪いから。はい、いくつか見繕ってきました。まあ一個ずつちょっと面白そうなんで、一個ずつはめて、みんなにもね、ちょっとイメージしてもらおうかなと思います。まず、可愛らしくいくなら、オレンジ。これもいいですね。割といいです。あ、いいですね。いいですね。これ割といいな。もうこれはないやろっていう、ギャグ枠みたいなんで、最初のつかみとして持ってきたんだけど、これありやな。まあまあ、他にも持ってきたんで。で、土豪拳激怒の余ってるパーツだと、こんな感じかな。真ん中に合わせるとこんな感じかな。これもいいですね。この場合、まあ、このパーツは、これ前の改造のね、失敗したやつなんで、これはもう外しちゃっていいと思うんですけど、まあこんな感じですね。これもなかなか凛々しい感じでいいんじゃないですかね。で、変わり種。これもまあないだろうと思って持ってきましたけど、五葉丸でしたっけ？大五葉でしたっけ？大五葉か！の手。こういうのもありですね。これ、いや、これ割と僕は好きですね。これ何つけてんのつって。手っていうね、手のトーンがどんどん下がっていくって、手でこうズボッと刺して固定しやすいっていうのもありますね。これ僕好きです。あのギャグ枠ですけど。でザクザクいくならこれ流走拳ですね。あー、これもいいですね。いいですね。これもいいですね。いや、どうしようかな。ここで動画やめて一回コメントで募るか、どれがいいか。ちょっと短すぎか。いや、短くない。もう20分や。で、あとまあこれ単純にかっこいいですね。あのカラーリングは変わりますよ。緑じゃないですよ。でもこれ不思議とこっちのミントグリーンとね、こう合ってて、ディアステージで言うとこっちが夢見ネムさんで、こっちが根本なぎちゃんかな。そんな感じですね。はいはいはい。いや、どれもいいな。なんか俺適当に提案しといてどれもいいな。やっぱこういうね、物選びにね、この天才っぷりが発揮されてしまうというね、ギャグ枠のつもりで持ってきたのにめっちゃいいっていうね、これがね、どうしようかな。溢れ出す天才っぷりっていうのもね、抑えられるもんじゃないですからね。おチャンネル登録外すなよ。頼むぞ。こんなことよう言うぞ俺は。頼むぞ。全部本気じゃないからな。頼むぞマジで。どうも、編集中のパウチヘンパウです。さあ、ここでね、みんなに本当に聞きたい。今上がった候補5つの中でどれが好きや。1番オレンジ、2番土豪拳激怒、3番手、4番流走拳、5番はやてちゃん。さあ、ワンネスたちがどれを選ぶかによってこの弓の先が決まってくるぞ。もちろん応援コメントもぜひお願いしますよ。いつもありがとうね。で、これにプラスしてコミュニティの投稿でまたアンケートを実施するかもしれませんので、そっちもね、見つけたらぜひ協力お願いしますね。ほい、今のところこんな感じです。というところで今回は終わっておきます。皆様最後までご視聴ありがとうございました。パウチでございました。また次回の動画チャンネル登録して待ってね。じゃあね、ワンネース。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか。